なった、なったなった。みんなソノが何しとっても可愛いっていうよね。もうきもう何でもいいやん。もう何でもいいよ。こんばんは。体調大丈夫？うん、そう、病院通ってます。皆さん、なんだっけ、サステナブルな握手もお願いします。今日あれか、昨日かあの撮影だったみたいですね、歌唱力のやつ。みんな何歌ったんだろう。楽しみ。放送クリスマスいっぱい撮った。ありがとう。嬉しいですね、もう本当に。あー、タワーだ。ポンタロさんありがとう。あー、ショウゴくんもポンポコタヌキありがとう。もう9月ですよ、やばくないですか？え、本当にやばくないですか？意味がわかんないんですけど。いや、本当に意味わかんない。早すぎ。普通に前友達と話してたんですけど、まだ8月中旬の気分なんですけどっていうのを言ってました。何このタワーと電波塔みたいなやつは同じ部類なんですか？別の部類？なんか急にギフト増えだしてわかんない。あ、オルフさんポンポンサカタヌキ10個ありがとう。マジ早すぎ。でも秋、もうどこもかしこもさ秋服になってるんですよね。それが嬉しくもあり悲しくもありって感じ。つっとか言いながらも、その9月になってしっかりブラウンとかヒョウ柄のあれとかめっちゃ秋先取ってますかんな服着てるんですけどね、一人でずっと。日清月歩さんかわいい、ありがとう。もうめっちゃその HKT で一番秋もう楽しんどる感ある。普通にパンツもブラウンとか入ってる、生地も夏から半袖でもちょっと秋っぽい生地にしたりとか、小物ももう秋に変えました。 T シャツあげたいんだけどサイズ何？なんだろう、 S か M じゃない？ S じゃないか、 M かな。M 買っときゃ大丈夫っしょみたいなとこありますよね。そのスマホケースを変えたんですよ。一個前のはまだ1ヶ月ぐらいしか使ってなかったんですけど、一個前のスマホケース、そのもう一個前も2週間ぐらいしか使わなかったのなんか嫌になっちゃって新しいの買って、それもなんかもう汚くなっちゃって変えたんですよ。可愛くないですか？手作り感が可愛い。リボン可愛いっていう、これを買いました。可愛い。でもこういうリボンってすぐ汚れちゃいますよね。ちょっとお風呂場とかに持ってって濡れたりとかしたらさ、もうすぐ汚れちゃう。だからすぐ買っちゃう。
かわいい。もう買いました、この前。なんか最近めっちゃその物買ってるんですよね。あと何、今日マスカラ下地とアイラインとかこうも買った。かわいいよねこれ、おしゃれ。買いました。今あのケイトからね、マスカラのね、ナチュラルに見えるマスカラの赤が出てるんですよ、秋っぽい。それ買おうとしたけど、そのナチュラルより結構バサッてしてくれる方の方が好きだから。でも気になるから今度一回試してよかったら買おうかなって思ってます。ケイトの赤のやつ、なんかさりげなくみたいなやつとか。あとね、ロレアルパリのリップ、そのずっと気になってたんですよ。いろんな色あるじゃないですか。で、新色が3色出てたんですよね。なんかブルベイエベみたいなやつ、どっちもみたいなやつあるんですけど、それのオレンジの色があるんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くって、でもちょっと夏感あるから、それにちょっとなんか赤っぽいブラウンとかと混ぜたら絶対可愛いんだろうなっていう。もう2000円ぐらいしかしないんですけどね、2000円プラス税みたいな感じなんですけど、本当に迷ってるんですよね。永遠に買うか迷って、今日も迷って帰ってきた結局考えた。でもほら、もうすぐ消費税が上がるじゃないですか。だからね、早めに何でも買っとかなきゃっていう。だから見てる女の子で、あ、めっちゃゆきなちゃんかわいい、くれる、ありがとう。オレンジの色がめちゃめちゃかわいいんで、一回女の子たち試してほしい。何色だっけな、950かな多分。950がめちゃめちゃ可愛いんですよ。めっちゃ発色よくって、だから試してみてください。そのもう永遠に買うか迷ってる。とか他の色も欲しいんですよね。あとシャネルのリップも欲しいなって思ってる。物欲、物欲。めっちゃ可愛いんですよ。もうどこからでもさ、秋出すぎて追いつけないよね。ディオールからも出てた気する。あとリンメルかなから出てるリップもめっちゃ発色良かった。バーバリーのファンデーション、あ、試してみよう。からなんか薬用リップと一緒みたいな、保湿もできるしティント効果もあるしみたいなのが5、6色出てたんですよ。めっちゃ発色良かったし、ずっと長持ち。でも色はやっぱりそのどっちが欲しいかって言われたら、ロレアルパリの方がそのは好きだ。あ、めっちゃだるまくる、ありがとう、みほたるさんですね。そのイップさんのファンデーション欲しいんですよね。なんかその重いファンデーションが苦手で、もう水っぽい軽めの方がいいんですよ。でと思って3のファンデーション使ったんですけど、イップさんのがマジ軽すぎて、一回イプサン使ったらもう3のでさえテクスチャーが重く感じるんですよ。一回3のイプサンに買い替えようかなと思って。冬だしね、乾燥しますしね。あとね、最後最後
めちゃめちゃ可愛いカチューシャ買ったんです。鬼皮やばくないですか。最近流行りですよね、この2セット売り。超可愛い。秋冬使いまくり、可愛すぎ。一目惚れして買いました。なんか本当はね、もうちょっとこれあんまいらなく買う予定なくって、これのもうちょっとこんなやつ、こんな太いやつがをどっかに行った時に、 GU 行った時にね、店員さんがねつけてて、あ、めっちゃ欲しいと思ったんですけど、これ見た時に、あ、細くて2個ついてるのも可愛いなとか思って、衝動買いです。可愛い。可愛いよね。とこれと一緒にあのインスタに載せてた指輪も買いました。これなんかね、ずっとこういう系の指輪欲しくて、でもその銀の方が似合うってずっと思ってたから、銀の指輪しか買わなかったんですよ、リング系。でもなんか銀のこのタイプがなんかその時に嫌で、金が絶対可愛いと思って金買いました。そしたら可愛かった。意外にその金いけるかもって思った、っていう話。とスノーが最近よくつけてるイヤリング、もう常につけた。これかわいい。去年かな、メリージェニーで買ったんですよ。で全然使わなくって、今年こそはと思ってもう使い始めた。これつけて街歩いてる人いたらソノです。こんなハートのやつがぶら下がってたら、多分メールでも送りましたよね、可愛いって。これつけて福岡とか東京でブラブラしてる人いたらそのなんで。あとこれ、これは一目惚れして買った。そのあんまりこういうなんだぶら下げるタイプ好きじゃなかったんですけど、最近こういう大人っぽいのも買い出した。かわいい。ヒョウ柄なんかどんなに半袖で夏服着ててもこれつけてるだけで秋に見えるから好きです。そう、なんかめんどくさい時とかさ、冬とか秋になってさ、ジーンズに T シャツでもこれつけとくだけでかわいい。もう秋になっちゃう、素敵秋って。以上そのの最近のアクセサリー事情でした。そう、どんなに髪がボサボサでとか、どんなにすっぴんでマスクして帽子かぶっててもなんか耳とか指輪だけはつけるようにしてます。なんかなんとかなる説ありません。そう、なんとかなるから生きてます。そのが最近ずっと夏から使ってるバッグ、たまたまあった。ここがね、巾着になってるの。夏も可愛かったけど秋でも使える色、冬オールシーズン使える。
これもメリージュニーメリージュニー多いね。これもメリージュニーです。かわいい。なんかバッグ、そのめちゃめちゃバッグ多くて家にあるのが、バッグってね意外に大事だなってここ数年思ってます。なんかめっちゃハイブランドとか今はやあのマークのとか流行ってるじゃないですか。ああいうのも買おうかなって思って。メリージェニーとあっちにメリージェニーがなんだろう、よくわからん、忘れちゃったブランドのバッグが1、2、3。冬のバッグ多いね。そのバッグ何個持ってるやろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ぐらい持ってるね。もう収納場所がないもん。いつも多い。そのが玄関、家のね玄関に靴を置けるとこ3箇所あるんですよ。ほとんどそのが埋め、一箇所そのが埋めて、あとは家族とか、もう入らないやつはもう箱に直してます。使ったら箱に直してっていうのがずっと繰り返してる。だから服もタンスとかクローゼットに直らないから、一部屋全部服とかそういうの置いてます。クローゼットとタンスとかけるやつ2個と、もう一個靴箱がザーって直してる部屋があります。そうね、もうそんなせんともう溢れ出ちゃうから、一部屋衣装部屋みたいになってる。でも私服部屋って言うんですかね、衣装じゃないか、私服だから。ウォークインクローゼットあるんですけど、そのの部屋にウォークインクローゼット一つとかけるやつあるじゃないですか、そなんか組み立て式のそれが一つと、もう一つの部屋にウォークインクローゼットとそのかけるやつが二つとタンスがあるかな。減らさなきゃだよね普通に。でも可愛いからしょうがない。だからお母さんにもう一個タンス買わなきゃねって言われた。そのちゃんのお洋服なら欲しがる子多いかな。明日名古屋行くよ。ああ嬉しい。物欲なさすぎて金の使い道がない。めちゃめちゃいいじゃないですか。今名古屋？違います、明日行きます。めちゃめちゃ早起き。そのメイクしなくてよくても1時間前に起きないと気が、1時間前じゃない、めっちゃ早く起きないと気が済まないんですよ。なんか1時間前に起きれば1時間かけて準備するし、2時間前に起きれば2時間かけて準備する。だから今日は
2時間ぐらい寝ます。まあ移動で寝れるからね。そのとちゃん、そのちゃん初めて近くで見て可愛くて息が止まらない。嘘、嬉しい。朝ごはんはコンビニで買います。最近なんか今まではおにぎりは絶対セブンだったんですよ。けど最近ファミマとかローソンの普通のおにぎりじゃなくて1個ランク上のが好きなんです。180円とか200円のおにぎりの美味しさに気づいて。明日そのちゃんの握手会の券10枚取りました。嬉しい。普通の100何円のやつならセブンが好きなんですけど、普通のめくるタイプじゃなくてこう横にさするタイプ、イクラとか牛タンとか焼きハラスとかがあるやつが好きなんです。100何円なら全然セブンがいいんです。ないんですよねセブンにそういうおにぎりが。だからファミマとか好き。ファミマの牛タンにハマってます。今までは絶対ローソンのイクラと焼きハラスみたいな180何円のだったんですけど、最近ファミマのが好き。かな。やっぱお高いやつって美味しいですね。なんかでもその高いから好きっていうより味が好きです。なんか他のおにぎりの味飽きちゃった19年生きてたらなんかその絶対今までは小学生の頃は麺エビマヨとかが好きだったんですよ。でもなんかもうマヨネーズとかがあんま食べないようにしてたら全然求めなくなっちゃって、で次に鮭にハマったんです。焼き鮭が好きだったんですよ。でも最近なんかね梅おかかとかそういうのが好きになりました。セブンとかだったシンプルが美味しいっていうか、なんかねあんま味込んでるのよりねそういう和的なものの方が美味しいって気づいた。なんかその小学生中学生の頃はなんかおにぎりの梅おかかとか鮭とか高菜とか昆布とか塩おにぎり、まして塩おにぎり買う人の意味が分かんなかったんですよ。いや家で作れるやんって思ってたんですよ。わざわざ家で作れるものをコンビニで買う意味が分かんないと思ってたんですけど、やっぱ美味しいですね。小中学生の時は思ってました。いや意味分からん、家で作ればいいのにって思った。あとローソンの野菜チップスがあるんですよ。ローソンセレクトみたいな、分かんないけどローソンプレミアムみたいな、なんかさつまいものチップスバージョンと人参とかぼちゃとさつまいもから入ってる野菜チップスみたいなんですよ。もうめちゃめちゃあれが美味しいんです。そのあれをが好きでよくローソンに行って、でおにぎりも好きになったんですけど、めっちゃ美味しくって、でも値段の割には割と本当に量少ないんですけど、でも全然美味しくって、
かあんま人参とか好きじゃなかったんですけど、野菜チップスのローソンの野菜チップスの人参がめちゃめちゃ美味しいんですよ、甘くて。だからローソン行ったら買ってみてください。芋か野菜か。めっちゃ美味しいんですよ野菜チップス。なんかさ、この前さ、そのがさ、ショールームでさ、よかよかでさ、卵ボールを紹介したじゃないですか。そしたらさ、みんなが急に食べたくなったって言ってさ、買いに行ってくるってコメントがいっぱい来てて面白かった。めっちゃ面白かった。スノが今ハマって、あと濡れおかきがめっちゃ好きで、あんま抵抗して食べなかったんですけど今まで。でも太宰府に行った時に、その太宰府の通りに出来たての濡れおかきが食べれる場所があるんですよ、いろんな味の。それを買ってみてめちゃめちゃ美味しくって、最近よくお菓子売り場とか、なんかめっちゃバーってお菓子があるところのスーパーとかに行ったら濡れおかき買ってます。今日も食べました。メール送らないか。美味しいよね、ぬれおかき。そう、この前さなんか若干濡れてるせんべいがお土産でうちに届いたんですよ。届いて、でそのぬれおかきと思って食べてたから、お姉ちゃんにこれ全然濡れてないやん、ただのせんべいやんって話をしてたんですよ。でもそのもうぬれおかきが好きすぎて、もう普通のせんべいよりもぬれおかきが好きすぎて、そのせんべい食べてる時にもう固くなったから目の前にやった水飲んでお姉ちゃんに「ねえぬれおかきできた」って言ってずっと食べてました。今思えば何やってんだろうって感じなんですけど、水口の中入れて言ってた。いや、なんかせん普通のパリパリせんべいより、なんかパリパリせんべいとぬるおかきの間のせんべいがうちにあって、だからなんか中途半端だったから水口の中入れて、ぬるおかき完成って言ってた。もうお姉ちゃんと言ったらそのふざけたことしかしないんですよ。もう本当に本当にダメ、お姉ちゃんと言ったらもうずっと変顔してるし、その変顔の写真をお姉ちゃんにエアドロップで送るっていう連写してよくします。お姉ちゃんの前だとふざけちゃう。とか今日もずっと目があったらウインクしてました、お姉ちゃん。今日お姉ちゃんとカフェ行ったんですけど、
ゆりちゃんと目合ったらリンクするってゲーム一人でやってた。お姉ちゃんはやらないんですけど、何してたっけ。そのがよく友達とかメンバーとご飯行った時やるゲームなんですけど、なんかもう本当に注文して時間が経って来なかった時にあと何分で来るかゲームっていうのをやってます。そんな妹欲しいです。嘘、うるさいよ本当に。多分みんなが想像してるそのじゃないもん。なんかみんなの前じゃ全然出ないそのがいる。何するかな。2人でお姉ちゃん車運転するんですけど、そのお姉ちゃんの車に流れてる曲を勝手にハモるっていうのをやってる。お姉としたらお姉ちゃんもハモり出す。ハモるゲームやってる。ゲームやってる。そう、誰が先に来る。あとあれよくやりますね。会計の時に何円かっていう、そのめっちゃ得意なんですよ。いつもピッタしかニアピンなの。すごくない？よくやってます。本当に仲良し。自分で言うけど、そのもお仕事休みでお姉ちゃんも休みだったら絶対二人で遊ぶ。あ、一番今日ね、あの言わなきゃいけないことあってショールームしたんですよ。すっかり忘れてた。それ言ったらやめよう。あの あれです。あのなんだっけ、あー忘れちゃった、名前どう忘れちゃった。あれだよ、あれ、あのショールームのイベントなんかやってるじゃないですか、アバターのやつ。あれ、そのやろうかなと思って、なんか意外に期間長かったし、9月何日まででしょ、なんかいけるかなと思って。なんかよくわかんないんですよ。なんかそのあれでしょ、達成したらアバターソノが作ったやつをみんなに配布できるみたいなやつやろうかなと思いました。なんかそう1週間とかならやめたけど、なんか意外に長かったから。50万ポイント達成したら作れるみたいなやつをやろうかなって思います。っていうのを今日マネージャーさんに言って、早くても反映されるの明日からって言ってたから、まあ明日はずっと握手なので朝から夜まで、こっちに帰ってくるのも夜中だからできないけど、いけるかなと思ってやろうって思って、全然どんなやつにするかとか全然考えてないんですけど、だからみんなもどんなアバターがいいっていうのを考えておいてください。思ったよりみんなすぐ行ってたから、行けるかなと思って。うん、やりました。期間長いし、30まであるし。めっちゃお腹ぐるぐる言ってる。なのでやりまーす。あと、サステナブルの握手会。来てください皆さん、待ってます。ワンちゃん1回の配信できる。本当？じゃあまた近々やりますね。ランキング読もう。13位まで。13位、ルカちゃん、ルカさんありがとう。12位トヒーさん。11位ユウさん。10位ぼうちゃん。
9位新平、8位 AT コウさん、7位ウォルフさん、6位みほちゃん、5位ソノが好き、あーありがとう、4位ショウゴくん、3位マーシュさん、2位ボンタロさん、1位ユキナちゃん、ありがとうございます。よいしょ、途中電波悪かったけど、なんか最近ねめっちゃねインスタのソノが755でインスタタグ見てるって言ったかわかんないんですけど、そのインスタにねタグ付け来たらね、ソノのなんかめっちゃ喋り方変だった、タグ付け来たらソノのね投稿の右側に乗るんですよ。なんか最近すごいみんなタグ付けしてくれるようになって、握手会のやつとか、握手会のやつとかはショールームじゃない、なんだっけ、ストーリーに載せるようにしたりするし、なんだツイッターもねみんなが最近してくれて、今まではいいねとかだけだったけど、リツイートそのもしてるので、ぜひ、そのちゃんの握手の待ってる間ファンさんとお話しするの楽しいのよ。ああ。めちゃめちゃみんなセンス良くてすごい、そうツイッターもインスタもタグ付けしてくれたら全部そのに通知来るので、ストーリーもねタグ付けしてくれたら DM にね来るようになってるんですよ。ストーリーにタグ付けありましたみたいな、それもね割と見てますよ。そう見てるよっていうのです。それでは皆さん、良き夢を。サステナブル握手会待ってます。あと明日の握手会も待ってます。バイバイ。そう、DM 承認はしてないよ。誰も承認はしてないんですけど。読んではいます。だから既読はつかないんですけど、一応読んでます。時間あるときに、バイバイ、またアバターイベントで会いましょう、さようなら。